イアン・ダンカン・スミスは、イギリスの政治家、軍人。ダンカン・スミスが姓である。会議員で、現在5期目。保守党所属で、2001年から2003年まで党首を務めた。前は、労働、年金大臣。軍人時代の最終階級は、陸軍大尉。エリザベス元夫人との間に4人の子供がいる。宗教はカトリックである。スコットランドのエディンバラ生まれ。 母方のヒーババは、日本人で、8分の1だけ、日本人の血を引いている。また劇作家のジョージ・バーナード賞は曽祖,祖父にあたる。青年時は、イギリス陸軍のスコットランドコのエレン隊に所属し、陸軍隊を最後に退役した。政治キャリアのスタートは1992年以降で、元首相、マーガレット・ザッチャーの側近、ノーマン・テビット元貿易産業省の引退に伴い、 同年の総選挙に出馬、会議員に当選を果たし、以来現職である。当選後は、ジョン・レトウッドやマイケル・ポーティロラと、党内右派として立ち回り、当時のジョン・メイジャー首相と政策的にたびたび対立した。2001年の総選挙での惨敗を受け、ウィリアム・ヘイグ党首が辞任した後に行われた党首選挙で勝利し、2001年9月に党首に、 就任するが、トニー・ブレア首相の個性の前に埋没、党内ではブレアに対抗できないとの声が相次ぎ、2003年10月には、党内から党首不信任決議案が提出、可決され辞任を余儀なくされた。公認には、論争に強いマイケル・ハワードが就任した。イラク戦争に対しては一貫して、積極論者で2002年9月の、 デイリー・テレグラフへの寄稿でサッター・ムフセイン政権、打倒の胸をこの時点で表明している。2003年3月の同戦争開戦前には、持論に基づき、ブレア首相と党首会談を行い、イラクに対する武力行使容認決議可決、イギリス軍参戦への流れを決定づける。ただ、同戦争でブレア政権全面擁護の立場に立ったことは、 同政権と保守党との政策的相違を曖昧にし、自身の失脚の一員ともなった。2005年12月より、保守党社会正義調査会の座長を務める。2010年5月、第1次、キャメロン内閣の発足に伴い、労働、年金大臣に指名された。イアン・ダンカン・スミスは、第2次、キャメロン内閣では最も経験のある保守党政治家の一人で、あり、 イギリスの欧州連合離脱是非を問う国民投票における EU 離脱派の急先鋒の一人であった。デイビッド・キャメロン首相とジョージ・オズボーン財務大臣が EU 離脱は闇への跳躍であり、経済へ大きなショックであると脅していることに対し、ヤン・ダンカン・スミスはなぜそのようなお粗末な意見を持たねばならないのかと疑問を呈した。2020年6月。 対中政策に関する列国議会連盟を設立。その議長となる。ありがとうございます。